目が外側に離れている方だったりとか、垂れ目にしたい方だったりとかにおすすめです。目頭から黒目の外側よりも気持ちもうちょっと外側ぐらいまでですねを 0.10mm の細いものでつけていきます。こんにちは、あけみーマニーです。今回ご紹介していきますのが目尻濃いめのデザインになります。目尻濃いめのデザインっていうのはちょっと目が外側にこう離れている方だったりとか、あと逆にちょっと垂れ目にしたい方だったりとかにおすすめです。主にこの日にボリュームが出ますので、内側に寄ったりとか、ちょっとこの強調が出ますので、ぜひちょっとそのような目元になりたいなとかっていう方、真似してみてください。今回も施術担当するのがアンナになりますので、次では施術の方に移っていきましょう。ではアンナお願いします。今回は目尻の方に濃さを出していきたいので、目頭からだいたい黒目の外側よりも気持ちもうちょっと外側ぐらいまでですねを 0.10mm の細いものでつけていきます。で、目尻側こっち側に関しては 0.15mm でちょっと太くして調整していきたいと思います。で、全体的に濃さを出したい方ですとか、まつげが丈夫な方に関してはこっち側を 0.20mm でつけることも可能です。1号にして20にしてみたいな形でも OK です。今回はモデルさんのまつげが割と細いっていうのと、そんなにすごい濃いデザインにしたいわけではないので、目頭からこの辺までは10で1号を目尻につけて仕上げていきたいと思います。そしたら目頭からだいたい 10mm ぐらいのところまでかな、この辺までは 0.10 でつけていって、で 10mm のこの間ぐらいから目尻側に関しては 0.15 でつけていきました。なので若干まあ目頭から目尻にかけて濃くグラデーションっぽい感じになるようにつけさせていただきました。目つむってるとわかんないと思うので、ちょっと目を開けて見ていきましょう。じゃあ今回はこっちの目を目尻にかけて濃くなるようにつけていきました。多分こっちと比べてもらえると目尻側がすごく濃くなっているのがお分かりいただけると思います。で、この目頭側からだいたい黒目よりもちょっと外側、この辺りまでは 0.10mm の太さでつけてます。で、この辺から目尻にかけては 0.15mm をつけてるので、ここよりも目尻側の方がだんだんですね濃くなっていくようなグラデーションに仕上げました。で、目尻が濃くなることによって、まあ、アイライン効果だったりとかもありますし、目も綺麗にはっきりしてくれているので、アイラインを濃く入れたりとかしなくても目力は綺麗に出てくれるようなデザインになってます。ということで、いかがだったでしょうか。まつ育は地まつげにはなかったりとか、ラッシュリフトにはできないよねデザイニングがたくさんあります。今回はこの目尻重めだったりとか、ちょっと濃いめのものをご紹介させていただいたんですが、こういう目元もちょっと教えてくださいとかっていうのあれば、ぜひコメント欄までご記入の方お願いいたします。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンと登録をお願いいたします。コメントの方もじゃんじゃんください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。